はい、またね。近い。いいよ、触れるよ。すごいね。よかったね。あ、どうもこんにちは。あ、ありがとうございます。はい、ありがとう。
ちは。はい、ここに書いてある行事に参加するとポイントシールがもらえるんですけど、そうすると10点集めると、このコースの中から1つ選んで、1000円の商品券だったり小中学校に寄付できたりするんですね。10点集めるだけで1000円の商品券がもらえるの？そうなんです。お得だね。お得です。ぜひ、お持ちじゃなかったら、はい、やってみます。はい、こちら毎日の健康づくりを、はい、記録していただけると、これもシール配布の対象になりますので、もしよろしければお持ちください。はい、すいません。はい、よろしくお願いします。かわいい。どうぞ。お利口です。はい、はい、はい、待って。こんにちは。はい。これからね。ありがとね、触らせてくれて。かわいいね。よし。どうもです。はい、こんにちは。このうまいやつと、はい、あと味比べセット、味比べ、はい、はい、両方ください。どうも。はい、あれ前回もこのうまいやつ食べていただきました。あ、前回もうまいやつだったっけか。あ、食べていただいたと思います。変えよう。変えます。はい。移り的に、はい、特大椎茸チャーシュー、チャーシューと味比べにします。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、犬だよ、犬だよ、犬だよ、みんな触っていいよ。ありがとうございます。いいよ、いいよ。揚げパンか。いらっしゃいませ。どうですか。
あー、ここ居酒屋になってる。いいね。ね、ここはなんと一軒になったんですか。なったんですよ。いいっすね。そのために来たんです。小山公園もさ、入れなくてやめなっちゃう。大変だ、うちの近所にある公園もダメで、公園に入れなかったらどこで散歩するんですか。どこで散歩するんだってなっちゃうね。ほとんどちゃんとした人が多いんだけど、チームの人はダメだから、もう目も開いてるやつがいるからね。じゃあ収めるやつ、やめ。はい、こんにちは。すでに混んでる。はい、こんにちは。君何歳？あ、9歳なんだ。あ、偉い。こっちの子はちょっと若いのかな。あ、全然若いんだ。あれ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 あ、やっぱりこの子は落ち着いてるね。あー、いい子だ。どうもありがとう。これ塩がすごく美味しいので、ちょうど汗がかいたところで、はいはい、塩と何と何、塩と、味噌七味と醤油でございます。はい、いただきます。はい、あ、はい、じゃあここでお願いできますか。はい、はい、これはチャーシューね。はい、見てください。はい、ありがとうございます。
うわ、びっくりした。はい、ねえ、興味しない。でもやってきてくれてるもん、大丈夫。ね、目を合わせろ、目を。大丈夫。ね。ね。大丈一つで、はい、ありがとうございます。100円の私です。こちらの月に次げてお待ちください。ここで食べてって今言おうと思ったの。よし。
どうもごちそうさまでした。美味しかったです。これ捨てといて、ありがとう、ありがとうございます。おお、ちょっと怖いか。ちょっと怖いね。はい、こんにちは。いや、大丈夫ですよ。大きいね、君。お名前なんていうの？こっち向いてくれるよ。ポムです。ポムポム？大きい。おいおい、ちょっとおばちゃんは嫌なのか。こっち涼しいよ、こっち。ほら、ほら涼しい。ほら涼しい。大きいね。そうです。優しく触ってあげるよ。下からこうやって。下から。暑くないか。暑いよね。今ほらこの辺涼しいよね。どうもご苦労様です。今日もプチ Z あるす、はい、プチ Z ピン今日もパトロール中です、はい、いやすごい、はい、よろしくお願いします、はい、こんにちは。動画見させてもらってます、はい、私も見てます。僕もつい最近友達登録しました。インスタで、はい、はい。ね、うん、ちょっと暑いってでもまあカンカン照りじゃないし風があるからねまあ悪くはないと思うんですね、うん、はい、楽しんでください。はい、今日の仕掛け人の井野さん。仕掛け人ではないです。仕掛け人ではないけどマルシェを手伝ってます。はい、おかげさまで今日良かったですね。カンカン照りじゃないし、はい、そう、それなりに風はあるし、はい、
ワンちゃんも散歩日和じゃないですか。本当ですよ、よかったですよ。よかったです。今日これから、はい、市民フォーラムとか、あとは映画とか、お盛りだくさんなんですよね。なるほど、帰る暇はないですね。帰る暇ないです。一日楽しんでください。なるほど、頑張ってください。ありがとうございます。期待の新人はいないの？期待の新人は今日はね、お休みです。なんだよ。今日はお休みっすね。了解しました。はい、はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はみたらし。今回はみたらし。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。こんにちは。おい、おい。くりくり。おい。多分いろんな匂いがするから。生え変わり大変ですね。うん、すごい抜けるですよね。いやいや、綺麗にしてもらってるの。ほらゴールデン、ゴールデンで来る。そうです、ホムと言います。ありがとうございます。おホムホムホムは小山市 YouTuber です。お、いいな、もういいな。大好きです。よく見てて、ママもよく知ってて、すいません、新規会議に伝わってます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。 YouTube お勉強させてもらおう。はい、ありがとうございます。小平さん、どちら近くなんですか？うちは下野市なんですけど。じゃあ逆にうちの方が近いです。あの大沼公園なんで。あ、そうなんだ。そうです、そうです。あ、でも小山市中心にやってくれてるんですね。だって下野市中心にやったってすることないんだもん。なんそんなことない。いや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 。え、買いましょう。今日はもうみたらししかないでしょ。ありがとうございます。ペイペイで。え、劇団がこちらみたらし。これとこれ。はい、そうすると、そうすると550円。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。誰か出したいという？お疲れ様です。頑張ってください。ありがとうございます。かわいい。質問していいですか？はい、何でしょうか？なんで俺来るたびいつも何か食べてるわけ？それは常に食べてる感じです。食べてなかったことないよね。ないですね。食べてない時がないからだよね。そうなんです。ありがとうございます。じゃあ今日の3点はこちらで。はい、バナナですね。はい、ありがとうございます。ぴったり1000円です。はい。それこそこんにちは。暑いから帰ります。すいません。またね。ドーナツ。ドーナツドーナツじゃない、あのドラ焼き。ドラ焼き、あのママダの、あ、和田屋のドラ焼き。ゴールデンレッドリボン、小平さんがよくお会いしますわ。なぜ買いますね。いい匂い。
気になる。はい、どうもじゃね。はい。はい、今日は城山公園オープニングイベントに来てみました。なかなかね、いい公園になったと思います。昔はね、暗くてちょっと怪しそうな感じの公園だったんですけど、すごい清々しい広々とした綺麗な公園になりました。皆さんもよかったら来てみてください。それではまた。なんかこのスロープなんですけど、すごい雨の日滑りそうな気がする。気をつけてください。